化粧する若い女、バイ、ジョルジュス・ウラ・パウダー・パフは化粧用具の一種。主に、粉お白いフェイスパウダーやファンデーションを顔に、塗布するために用いられる。日本ではお白い叩きとも呼ばれ、単に、パフと略称されることもある。表面が希毛したものと、スポンジ状のものの2種類に区分される。形状も2種類、丸型パフと角型パフがあり、丸型の方は、 バレンのように指を通して使うタイプが現在では主流。コンパクトの中に同梱して販売されている場合もある。素材には合成素材と天然素材がある。ホーベニにもパフ付きのものが販売されている。ベビーパウダーは箱にパフを同梱して販売しているものもある。逆に化粧落としとして用いられる使い捨てのコットンのこと。チャイニーズクレステッドドッグにおいては ほとんど頭頂以外に毛のない種類、ヘアレスに対して全身に毛のある種類をパウダーパフと呼ぶ。ありがとうございます。